金沢大学ダメでいきなり公立小松大学。今日は公立小松大学の話をします。まだ新しい2018年にできたばかりの公立大学なんですが、まあ貴重な国公立大学ということで、北陸及び周辺地域の2番手進学校御用達でございます。産学部構成です。生産システム科学部、生産システム科学科。 全国唯一の名前ですが、まあ、いわゆる機械工学科です。普通に。普通に工学部の機械工学科。小松は当然のようにあの、ショベルカーの小松とかありますからね。で、別にここ僕何も言うことはありません。保健医療学部、看護学科と臨床工学科。臨床工学科は国公立大学では非常に貴重です。ということで、この公立小松大学なんですが、えー、機械工学科と、 看護と臨床校については別に僕何にも言うことありません。えー、最後、国際文化交流学部、これですね。どうだろうと。国際文化交流学部、国際文化交流学科なんですけど、この公立小松大学、法学、医療ときてあの、経済がないんですね。経済、経営、法、政策みたいなのがなくって、文系はこの国際文化交流だけなんですよ。で そうすると、北陸3県においては、石川県の高校生で、金沢大が無理な場合、いきなりここなんですよ。公立小松大。で、あの、富山大学人文学部とか、福井大学国際地域学部には行きたくない。地元石川、金沢がいいっていう時に、いきなりここなんですよ。あの、偏差値とかそういう問題じゃなくて、もうちょっとで金沢大みんな行きたいけど、現実なかなか手が届かないじゃないですか。いきなり公立小松大の国際文化交流なんです。でも、 先生方は国公立だからいいよということで、あのー、まだそんなに実績浅い学校ではあるんですけど、まあ、要はエアポケットだったわけですね。金沢大学の次にどこ行くかっていうときに、いきなり石川県の私立大学になってしまうところに、ここがすっぽり入ってくれたっていうことで、正直、東京で言えば、マーチからニットコマ線ぐらいの人が普通に入っちゃうと思う。別にそれが悪いわけじゃないんですけど、個人的にはこの公立小松大学、 えー、看護専門学校かなとか、えー、私立の短大とかを合体して作った感じで、キャンパス3つもあって、法学部だけキャンパス別、看護医療系キャンパス別、で、小松駅前再開発してビル1本建てて、ホテルが入ってるんですけど、そのビルの2階と3階が、えー、一般教養と国際文化交流学部のキャンパスで、正直、国際文化交流学部がこの駅前ビルの2階と3階だけで4年間過ごすっていうのは、 いろんな大学の大きなキャンパスを見てると個人的には寂しい。駅前のこう専門学校とあんま変わらない感じで個人的には寂しいんだけど、まあ,あ、金沢大に次ぐポジションになっちゃってるっていうですね。で、えー、国際文化交流学ということで、2年生の後半からは国際観光地域創生コースとグローバルスタディーズコースに分かれ、専任教員19名という学部でございます。ということで、 えー、工学と看護医療系は良いとしてこの国際文化交流学部にもうちょっとで金沢大学入れた文系高校生が入って幸せになれるのかというあたりがちょっとですね多分立命館の国際関係とか受かる力あると思うんですよあるいは多分マーチも行けるっていう人が、まあ、地元だからということでここに来てどうなんだろうあの秋田の国際教養大学とかに比べると後からできた なんか各県にある県立大学とか公立大学の国際なんとか学部っていうのはみんなですね、そこまですごくなさそうなんですよね。はっきり言って。国立大のう文学部英文的な、あの人文国際的なところよりも、正直ちょっと下みたいな設定になっちゃってる大学が多いのかなということで、えー、この公立小松大学の国際文化交流学部の卒業生の就職先でございます。えー、製造業約3割ということで、 地元企業ばっかですね。はい。小松製作所とか、加賀、金沢なんとか、みたいな感じで、地元企業の、まあ、一応、こう、文系エリート人材、総合職社員としていくと。まあ、あとはですね、まあ、公務員受かったりと。あとは、えー、地元の卸小売業、えー、地元の金融業、銀行というよりは信用金庫、農協とかそういう感じですかね。で、まあ、地元の IT 企業、かなとか、まあ、あの、 JAL 入ってる人もいますけど、あとはまあ地元のホテル、一応観光業売りなんで。というわけで、その、首都圏の大企業というよりは、石川県、北陸、地元の、まあ、企業に大卒の人材として入る。金沢大学とまでは言わないにしても、一応国公立大学卒として、エリート的なポジションで入っているのかなということで、いわゆるいい会社に入った競争をしたら、まあ、全国的にはパッとしないかもしれませんが、 地元石川県の、まあ、それなりに良い会社に入って生きていく分には幸せになれるのかなという感じもしてきます。そういう大学です。ということで一言で言うと生涯2番手高校な人生なんですね。金沢石川県に生まれて、まあ、あの小松高校とか七尾高校とか金沢なんとか丘高校みたいなトップ高校ではなく、えー、小松明宝とかですね大正寺とかね金沢西とかね白衣とかね。 あのそういうそ、そこの進学校みたいなところに入るわけ、入って、で、一応そういう2番手、3番手の石川県内の進学校で、一応みんなで行こう、国公立って言うんだけど、現実、金沢大に手が届かない。富山大も優秀な子しか行けない。福井は嫌だ。みたいなね。ちょっと通えないし。っていう人が、もう都会に行かないんであれば、いきなり金沢星稜北陸大、金沢学院、 金沢工業みたいに地元私立っていう人にとって、国公立でよかったねって言ってもらえるのが、この法律小松大学の国際文化交流学部。というわけで、石川県内の2番手、3番手の県立高校の生徒が、国公立でよかったねって言われて、自宅から通学し、それなりに勉強して、地元の有料企業に入り、家は建てますよということで、石川県の人にとってとても幸福なことじゃないかなと思います。 別に嫌味じゃないです。なんでかっていうと、じゃあ、この学校より魅力的な学校がないわけじゃないと思うんですよ。公立小松大学の国際文化交流学部じゃなくて、じゃあ、マーチやカンカン同立行けよと。わからんでもない。っていうか、僕なら行っちゃう。では、金沢からマーチに行ったら幸せになれるのかと。はい。石川県の2番手、3番手高校で、えー、国立へ行けっていう北陸3県の空気に抗い。例えば、 この公立小松大学の国際文化交流学部と似てるとすれば明治の国際日本青学の地球社会共生坂上原立教の異文化コミュ中央大学国際情報学部中身法学部ですけどね法制の国際文化みたいなまあマーチの国際系に入れたらまあ御の字でしょうでこういう大学行っておそらくは就活で東京でそれなりの会社には入れるでしょう私石川県金沢や小松に生まれたけれど 東京のマーチへ入って、親も喜んでくれて、高いアパート代払ってくれて、池袋や渋谷で遊んで、それなりに頑張って就活して、東京のいい会社へ入れました。はい。私、公立小松大学じゃなくて、マーチへ入りました。東京へ来ました。お盆と正月に実家に帰ると、親が、隣のまるまるちゃん結婚したって、子供産んだって、家建てたって、孫がいるよみたいな話を聞かされて、え、うざいと。想像がつきますね。 どっちが幸せなんだろうって金沢から東京に出て行ったら、仕事に生きる独身か、親を頼れない育児、流山で、別に流山が悪いわけじゃなくて、まあ、東京の都心に住むにはちょっと家高いし、まあ、あの、埼玉の所沢とかですね、えー、あるいはどうでしょう、町田とか本厚木とかね、流山とかね、つくばエクスプレス沿線とかに住む。ということで、結婚する次第は自由だし、結婚しない人、今とても多いと思うので、 盆と正月に金沢に帰れば、なんとかちゃん結婚したって、子供生まれたってっていう話を親から聞かされながら、私、俺は仕事楽しいし、東京で充実してるし、金沢からマーチ出て、東京で独身で楽しく過ごす。あるいは、縁あって結婚、そして子供を持った場合は、えー、流山や、えー、所沢に住むと。じゃあ、そういう人生と、じゃあ、公立小松大学を出て、家は建てられるかなただ、 いくら金沢、石川県といえども、今後、人口減少していく中で、ゆっくり地域は衰退していくだろう。さあ、この石川県の2番手、3番手高校で、文系で国際系っていう場合に、法律小松大学に行って、石川県内のいい会社行くか、夢と希望に満ちて、えー、生運星雲の志を持って東京に上京し、それなりに良い東京の名門私立大学に入り、青学とか立教とか、中央とかに入り、で、 就活やって東京で働く。結婚しない人も多いであろう。家庭を持ったら育児は頼れないから大変だ。実家へ帰ってくれば友達は結婚してるし、家建ててるというですね、結構どっちを選んでも大変だ。っていう時に、今まではなかった地元公立小松大国際文化交流学部に行くっていう選択肢が増えて、石川県金沢の準、まあ、エリートみたいな立ち位置があるというのが、 まあ面白いというかなんというかもちろん他の選択もあるんですけどなんというかこの法律小松大学の国際文化交流学部っていうのは北陸3県特に石川県金沢周辺の2番手3番手県立高校あたりから今まで都会の私立に行ってた層が進学しそれなりに地元有料企業に就職でき都会の私立に行くのとどっちが幸せなのかなとなんか どっちも積んでる。何が幸せかは人によるっていうとこなんですが、選択肢が増えたという点は喜ばしいのかもしれませんというところで、法律小松大学の国際文化交流学部でした。